はい、どうもクラゲです。ということで今回なんですけども、本日プロスピ8周年大感謝祭10連福袋が登場しているということで、そちらのガチャの方というよりは、このガチャで来てる選択契約書で取るべき選手を少し紹介していこうかなと思います。もうプロスピも8周年やでまあこれからもね、末永く頑張っていただきたいですね。でこの選択契約書は現時点で登場しているシリーズ1とシリーズ2の選手が選べるんで、たとえこれを置いといて30日後引くとします。で今追加されてないポジションの選手が30日後に追加されて引けるかというと、そうではないんで、現時点で追加されてる選手のみを引くことができます。どんだけ置いといてもね。なのでまあ結構取るべき選手は絞られてくるんじゃないかと思うんで、まあ僕なりにリアタイ目線でちょっと各球団紹介していけたらなと思います。はい、それではまずオリックスから紹介していきましょう。まあ、まずオリックスシリーズ1のところで言うと、まあやっぱり山本由伸投手、こちらシリーズ2でフォークが消えてるんで、まあ実質このシリーズ1がゲーム上一番強い能力査定になります。まあただ今後ね、来季メジャー挑戦ということでワールドスターとかで新しい査定が来る可能性はあるんですけど、まあ超奪三振ショーで、まあこの球種が多い山本由伸投手はシリーズ1しかないんで、まあ第一に獲得を考えるべき選手なんじゃないかなと個人的に思います。まああとは純正で必要な中継ぎ枠の阿部選手とかフォークスプリットで超大ピンチやし、まあこの辺取りに行くのも終わりなんじゃないでしょうか。でソフトバンクもなんといっても藤井選手、ここシリーズ2でホースラの回転そして変化の仕方が変更されたことによりやっぱり今までよりは見分けやすくなってるんで、でこのシリーズ1は変更されてないんですよ。だからこのシリーズ1しっかり獲得しておくことをお勧めします。まあこっちのシリーズ2になっちゃうと、まあちょっとねホースラ変化の仕方違うんでシリーズ2じゃなくてシリーズ1です。まあそこはご注意してください。でシリーズ2の和田選手、まあ、前年度とかのスライダーカットでも十分強いんですけど、高速スライダーカット、さらにはパワーカーブを持ってるこのバージョンも非常に強いんで、和田選手をスラカット持ってなかったらこの和田選手を選択で取るのもありかなと個人的に思ってます。で埼玉西武ライオンズは山川選手ですかね。やっぱりこちらもまあ対談ということで、まあ、S ランク獲得できる最後のチャンス、まあ、シリーズ2が今後追加されるか分かんないんですけど、まあ、選択役所で確実に取れるこのタイミングで取りに行くっていうのもありかもしれないです。ただアーティストとはプルヒッターなんで、まあ、そこはミート打ちとかねいろいろ使いながらうまく使っていかないといけない。で同じくアーティストのおかわりくん、まあ、おかわりくんは本当にいつ降格とかがなくなるかちょっと怖いよな。今までずっとついてなかったから、去年ぐらいかな初めてついたん。だからまた急にね消える可能性もあるんで、降格バージョン持ってない人はしっかり確保しておきましょう。で楽天がシリーズ1西川遥輝選手、現状ヤクルトが調査してるらしいんで、まあ、来季もしかしたらヤクルト行くかもしれないんですけど、まあ、楽天バージョンはこちらが最後と、まあ、ラインドライブなんでね足も速いですし打ちやすさは健在なんで、まあこちらを抑えておくのもありな気がします。ただ特殊能力はちょっと難しい、打たすには。では鈴木選手なんかも結構個人的におすすめで、球種がこうやって豊富でスラーブの変化量とカットボールの変化量差がでかいと。でさらに超大ピンチ持ち、純正だったら確実に取っておきたい候補ではありますよね。この投手は非常にリアタイ向きでおすすめです。でロッテが石川 M 選手、来季、まあ、育成契約ということで、まあ、S ランクほぼほぼ出ないことが濃厚になっちゃってるんで、まあ、持ってない方は取っておきましょう。ただまあ一番強かった時期よりかはやっぱスライダーなくなってるのが痛いかな。でもまあメインはシンカー、高速シンカーの主な配球なんで、大きな弱体化っていうのはされてないんで、まだまだリアタイ環境で使っていきましょう。でそしてこちらは東條選手、まあ、昨年とはね違ったナチュラルシュートの回転に変更されてるんですけど、これが逆にスライダーと変化量が似てて打ちにくいという意見もあるので、まあ、その以前のバージョンから継承するのも非常にありだと思います。さらに超大ピンチも持ってるんで、で球持ち持ちと。で続いて日ハムはやっぱアルカンタラかな、うん、対談が決まっちゃってて来季Sランクは出ないと。ただゲーム上ではラインドライブで、まあ守備もいろんなところ守れて、ほんで広角持ちやからめっちゃ打ちやすいんですよ。なんか A ランクあまりに余ってて S ランクだけ持ってないって人は非常にね取りに行ってほしい選手。 A ランクが全くいない人は正直取りに行かなくてもいいかなとは思います。今後ね凸がしんどくなってくるんで、凸コースとか使ってそれするまでではないけど、 A ランクあり余ってるんだったら絶対取りに行った方がいいと思う。で続いてヤクルトはなんといっても木澤選手、絶対取りましょう。ヤクルト純正の方、こちらも修正が入って上方向のツーシームが回転変更されちゃってるんで、シリーズ1でしかこのスプリットとシンキングとっていう投げ分けはできなくなってるんですよ。まあ、ツーシームは普通のツーシームじゃなくて、あの横にスライドするツーシームやから、まあ藤浪選手みたいな球をイメージしてもらったらいいと思うんですけど、まあ、これがまた逆に打ちにくいっていうのでシリーズ1取ることをお勧めします。でしかも超大ピンチ持ち、いやこれはね、なんなら俺も取りに行こうと思ってるもん。それぐらいやっぱ欲しい。ちょっと悩んでるけどね誰取るかは。いいピッチャーです。
で次はシリーズ2のサンタナ選手。ヤクルトやっぱ木澤サンタナ、この辺は取っておきたいよな。特にシリーズ2がいい理由が、特殊能力にラインドライブ回が追加されていることによってさらにパワーが底上げされるんですよ。まあ、シリー1はねデフォルトパワー81だったり、こっちもね強い部分はあるんですけど、特能になんせラインドライブがないから、もう絶対これは圧倒的にシリーズ2の方がいいと、パワープラス7されるんで、ということでやっぱ木澤サンタナはヤクルトで特に紹介させてほしかった2人になります。横浜はエスコバー投手、来季退団という報道が出てたんですけど、退団確定なのかな、濃厚なのか分かんないですけど、まあ、今季から球種変更されて160キロかつツーシーム D というのを持ち合わせてるんで、まあ、たったこれだけの球種なんですけど、非常に打ちにくいピッチャーになってます。スライダーも地味に大きいよな。で対ピンチも出たらもっとスライダーも曲がるし、ツーシームも曲がるっていうので、これは横浜純正非常に必須級のピッチャーになってます。で次は私立に入って今永選手と、もう来季メジャー挑戦が表明されちゃってるんで、もう絶対こちらは取っておきましょう。まあ、今季から新たにツーシームがついたことによって、このスプリットチェンジとの投げ分けができるようになったんで、非常にね特に純正だと刺さるんで、こちら絶対取っておきましょう。特のまあ外角まではそんなんやけど、伸びきれ強いんで、選択で逃したら本当にもったいないんでね、これこのピッチャーはおすすめします。で、まあ、阪神はなんといっても私立の大山選手、まあ、今季からアーチスト、さらにはまあ広角打法がついたことでプロスピ界の最強バッターの一人に君臨したわけなんですけど、まあ、来季、まあ、広角消えるとの噂もあるので、まあ、現状広角がついてるうちにね取っておきたい選手の一人ではあると思います。ちなみに広角が消えると言われているソースはなんかパワープロらしい、うん信憑性 30% ぐらいかな、はい、ぐらいで捉えておくといいかもしれないです。ジャイアンツは高梨選手、まあ、昨年結構ねしっかり獲得したって方が多いと思うんで、あんま貴重感はないかもしれないですけど、やっぱ強いんで持ってない人はここでしっかり取っておきましょう。でソフトバンクにトレードされるウォーカー、やっぱりパワー非超高額やから、いや純正ではいいバッターや本当に、まあ、あとはやっぱ2年ぶりに復活した中川選手ですかね、まあ、2年前やから出たのが結構持ってない人も多いと思うんで、でさらに超大ピンチでさらにバフがかかると、やっぱ中継ぎは何枚いてもいいんで、まあ、こちらも獲得候補の一人になってます。いや巨人結構多いんよな候補が、うん、カープに入ってまだデビッドソン、シリーズ2から、超広角からプルヒになっちゃってるんで、シリーズ1のこのバージョンが、まあ、一応必須級になってます。で同じく助っ人のマクブルーム、こちらもシリーズ1だったらねプルヒついてないんですけど、シリーズ2でプルヒついちゃってるんで、プルヒついてないバージョンのシリーズ1を取ることをお勧めします。ただマクも別にプロスピ的にはそんな強いわけでもないから、まあ、思い出補正的な感じで取ることにはなるのかな、うん、でやっぱりなんといっても来季 FA で移籍は濃厚な西川龍馬選手、もうこれが最後なんでね、結局カープでは弾道変わらんままやったな。おいコナミ、おいライドラかこうだのにお前変えてから出せよほんまに。まあ、ただ今季からまあ守備 B に復活したり、アベレージヒッターがついたりね、やっぱ最後の最後にちょっと強くなってくれたんで、もう最後本当に獲得最後のチャンスなんで、皆さん悲しいかもしれないですけど声取っておきましょう。写真もかっこいいし、もう最後にふさわしい能力なんじゃないですか。で最後中日が小笠原選手、結構マスラツーシームが強いと思われがちなんですけど、こっちも強いんよな。普通のストレートやけど、まあ、ナックルカーブ何よりもでかいと。でスラーブもあってツーシーム F で、さらに超大ピンチで変化量上がるから、こっちも地味に強いって言われてる。なんなら中日で結構継承してる人多いんじゃないかな。それぐらいめちゃ強いらしいです。まあ、あと高橋周平選手かな、来季もさらに能力下がりそうやし、まあ、この守備でライドラ広角、まあ、これは今のうちに取っておくべき選手の一人として挙げさせていただきます。でやっぱ中日はなんといってもロドリゲス、もう未来英語一生出ないんでプロスピで、ということでもう最後に絶対取っておきましょう。ムービングパーカー、これは絶対いるぞ。うん。もうそれでも取りたくないみたいな。中日はもう中にはおるかもしれないけど、そこはね、ちょっとプライドを捨てて取りに行ってほしい。ほんまにリアタイではめっちゃ強いから、お願いします。はい。っていうのは以上、まあ、全員は紹介できなかったんやけど、まあ、その他の方で編集で入れとくんで、まあ、ある程度参考にしてみてください。まあ、本当に無難にね、高価アーティスト、高価ライドラ、取りに行くのもありですし、もう二度とこの能力で出ないような面白い球種を持ったピッチャーを取りに行くのもありですし、まあ、それ人それぞれなんで、まあ、ただ個人的には、シリーズ1を取る場合はピッチャー、シリーズ2を取る場合は野手っていうのをはっきり決めて取った方がいいと思います。まあ、今更シリーズ1の野手取ったところでやっぱスピン負けするし、まあ、ピッチャーは別にシリーズ2でもいいんですけど、今後契約書とかでポッと出たりするんで、シリーズ2だと、まあ、排出停止される前にシリーズ1の球種が強いピッチャーを取っておくことをお勧めしたいと思います。はい、まあ、僕はちょっとまだ誰引くかね決めてないんで、今日はガチャ行かずにこの辺で終わりたいと思います。まあ、週末のねスピリーグも控えてるんで、そちらの練習も怠らずやっていきたいと思います。ということで本日は選択契約書を取るべきおすすめ選手の紹介でした。ここまでご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。 Digital Star